日本物理学会を一般の方々に広く認知させるためにですね、日本物理学会でしか伝わらないネタ、フリップネタというのをやっていきます。これまさしくですね、分からなくてもいいアウトリーチになります。なのでぜひ聞いてくればと思います。よろしくお願いします。まあ早速なんですけども、まあ最初にね、冒頭にスライドでね、わざわざスタートとねやるタイプで、開始が分かりやすくてすごくいいですね、これね。アーカイブみたいに書いてますね、これね。真ん中だけ大文字で5文字はもうアーカイブにしか見えないですよね。それで癖でね真ん中を、ね、大文字にしてしまうんですよね。最近本当にアーカイブのページにいたら X ものすごいかっこいいフォントになってたんですけど、大文字ですよね、アーカイブの X ね。注意事項ありまして、今回ね、めちゃくちゃマニアックなんで、あ、これ滑ったらスライドって消えるんですか。滑ったら消えるタイプだ。ちょっと待ってくださいね。無重力になったみたいに言いました。はい。ということでですね、今回の注意事項は、分かったら笑わなきゃいけないってことですね。これからもっとコアなネタがありますんで、日本物理学会の会の人はこんなことでも面白いんだと、いろんな人に知っていただきたいので、ね、注意事項すいませんね。いっぱい先に行っちゃってね。これ多崎ねずり企画の注意でしたね、これね。すいません。こんな本文より長い中は、多崎ねずり企画でしか見たことないんですけど、ちょっとね、進んだ中の書き方もリアルで、すいませんね、皆さん、トラウマをね、ちょっと思い出させてしまって、はい。あ、すいません、スライドの送り方もちょっと多崎先生っぽくなっちゃったんですけど、笑ってください、分かったらね、分かった人は。はい。では、いきますね。これは、学校のね、先生ですね、初回の授業なんですけども、なんかね、ハキハキ喋ってくれそうで、いいですね。なんか言ってます。もしこの授業を聞いても理解できないようなら、笑うの早い人いますね、なんか。察しが良すぎる人がいますけど。もはや受験は諦めてねって言ってますね、これね。多分これ、内山相対論の序文ですね、これね。2割。2割。ね。本書を読んで分かんないだったら、相対性理論諦めろって書いてある本でね、辛い思いをしましたけども、はい。すいません、画面にちょっとすいません、一瞬、清水良四郎のたい焼きが映っちゃいました。すいません。分かる人は多めに笑ってください。ベルの不等式の説明の時に、頭のたい焼きと尻尾のたい焼きを飛ばすんですよ。で、カプセルなんていらないのに、あんこが飛び出る心配があるからって言ってカプセル入れてるんですよ、これね。はい。すいません、映っちゃってね。すいません、入れるつもりなかったんですけども。あ、僕ね、好きなんですよ。名探偵コナンのね、好きなキャラトップ3ってことで。古谷レイ、赤井秀一、榎本あずさ。結構マニアックな人も入ってます。もうね、コナン最近見てないって人はね、もう誰がね、どんな人かわかんないですよね。なので、わかりやすい注意をね、振っておきましたので、こちらですね。わかりやすいですよね。かなり。最近のコナンはね、こうしないとわかんないんですよ。いろんな組織に所属していて、表の顔、裏の顔ありますから。あと毛利探偵事務所の1階にある喫茶ポアロのことを、喫茶ポって略してるのは、東大理とか、オマージュですね。京大理とかの書き方ですけど。はい。これはですね、寒ければ寒いほど難しくなる反り立つ壁。この日はね、もう、よくこの環境で反り立つ壁やってるなと思いますけど、だいぶ絶対0度近いですね。これはクリアできないと思います。はい。お母さんからのね、LINE で、ご飯家で食べんのって言ってね、今日は友達とご飯食べるからいらないよって。了解、あまり遅くならないようにねって言ってますけど、まあ
ね、優しいですね。なんか反応とかもね。そんなら先言いなさいよとかじゃなくて、こんななんか優しいお母さんいいなと思うんですけど、一つだけ気になることあって、顔文字が流体力学のあいつなんですよ、これね。ねえ、あんまいい思い出ないんでね、これも。一番ナビエストクトテッシュでね、難しい、説明が難しい部分なんですけど、お母さん何も知らずに、ね、使ってくるんですよ、これね。あ、これは、この女性の多分ね、タイプの男性ですかね。独創的で先駆的な人があっての、珍しい。まあ、魅力的ですけどね、独創的な人ってね。あとはなんか、3から5年間。まあ多分付き合う期間とかですね、結婚まではここぐらいまでは様子見たいみたいなと思うんですけども、え？年収ですからこれ、だいぶ高いし、なんで5000万で打ち切るのかもよくわかんないんですけど、あ、わかったこれ。タイプの男性じゃないですわ。基盤研究 A の説明してましたね、これね。基盤研究 A の説明をしてくれる人でした、これは。はい。学生時代のいい思い出ランキングっていうのをね、調査したらしいですけど、第3位がね、ゼミ合宿。あ、これ、ね、楽しいですね。もうね、その苦労を共にしたみんなと行く合宿なんで。第2位が卒業旅行。もうこれも大学生活のね、終止符なんでね、もう、そんなにもういいとこ行ってください、もう。第1位がね、極座標ラプラシアンの同室って言ってるんですけど。嘘ですね、これね、絶対。これはね、楽しいと思ったことはないですね、これね。授業でやったらもうそれっきり、そういうものだと思います。孤立系はい。これ、学生の頃から思ってました。孤立系って聞いた時に。で、本当に不憫だなと思ったんですけど、勉強していくと、解放系っていうのが現れて、良かったなと思いました。はい。これなんかね、26年間お疲れ様でしたってね。もうね、楽しかったですけどね、某アニメですけど。うわっ、騙されそうなの、これピカチュウじゃないですか、よく見てください、これ SGC ライブラリーでした。すいません、色がピカチュウみたいだからいけると思ってね。この本分かりやすいんでね、ぜひ皆さんも読んでみてください。あれ、はみ出とるやんですね、これ。あ、学会ね、来たんで、久々なんでね、こうやって写真撮ってみました。看板のところでね。あ、なんか表情があんまり明るくないですけど。注意言いますよ。わかる人だけ笑ってくださいね。大きめに。この写真の撮り方、多分数年前の東工大ですね、これね。数年前の東工大のその同期とかなんかいつも看板で写真撮ってましたけど、多分学会に来たことの証明のね、写真。はい。宿泊証明とかもらってる時期ありましたね、これね、数年前の。大受けですね、これね。大受け。動画ではカットかな？はい。これは明日、今日よりも好きになれるって。あーっていうのやめてもらっていいですか、これ。あこれグリーン関数ですね、これね。ね。というわけでですね、物理学会で、フリップネタをやらせていただいた奇跡に感謝しておしまいしたいと思います。ありがとうございました。すいません、素人資質なんで、申し訳ないんですけど。怖いやつだ。これ、リアルなやつ。あ、はい。言いたかっただけだった。